マンティークのユーミンです。本日ご紹介するのはこちらも前回同様皆さんと一緒に見ながら解説していきたいと思います。若い人にとってはね、もうこれ見た瞬間に正直分かります。僕は正直ね、内タグ見て分かりました。内タグはね、こんな感じになってるんですよ。こんな感じのタグになってます。これはネタバレになっちゃうので、ちょっと後にしといて、まず全体的に見て、これデッドストックでかなり張りのある生地です。キャンバス地ですね。これに関しては、キャンバスダック、ダック地かな、あんまりどっちも同じ意味だと思うんですけど、キャンバスダック、ダック地、ダック地ですかね。本当にハンティングジャケットとかにもよく見られるような生地感です。で、内側見るとこんな感じでサスペンダーボタンついてて、でなおかつデートループがついてて、よいしょ。でこちらがなんと針式シンチバッグ。でもこの針式シンチバッグはそこまで多分古くないのかな。でも30年代とかまではいかないのかな。この縫い方とかここにしっかりボタンがついてたりするので、なので40とかなのかなっていうような思いましたね。このシンチバッグ、ベルトループがあるので、でボタンサスペンダーっていうで、大体40っていうのが分かって、でここがダブル2になってます。ここら辺にね、もう1個、裏側にもう1枚キャンバス地の、生地が裏に縫われてます。なのでかなり、丈夫な作りをしてます。こうやって見た時にね、なんとなくこう、軍っぽいなみたいなのを思って、であとデザイン的に、おそらくフレンチか、ユーロ系かなって思ったんですよ。でこのタグ、内側にさっきお見せしたタグ、これを見て一発で正直分かります。そう、これはフランス国鉄のもので、これは1940年代から50年代に主に使われていた一着になります。有名なのが上のダック地のジャケットがあって、ここにヨークが入ってるような、ジャケットになります。あちらも袖にもう1枚キャンバス地が流れてて、かなり頑丈な作りになってますね。1940年代から50年代ということで、やっぱりその第二次世界大戦中から、大戦後、本当にフランスは国土がもうボロボロにやられてしまって、本当に大戦とか第一次世界大戦の話、何度するような話なんですけど、でもやっぱりかなり重要なファクター、事実なんで、それはもう本当に外せないんですよ。そういった中でも国鉄っていうものに関してはかなり豪華な作りをしてるっていう、ベルトループがしっかりついて、ボタンサスペンダーもしっかりついて、フィッシュテール、シンチバッグもしっかりついて、ダブル2っていう、本当にね、こういった結構豪華な作りっていうのが、やっぱりその40年代のフランスの中でもなかなか珍しいような一本だと思います。正直ジャケットよりパンツの方が見つからないのかな。でもあんまりどっちも見つからないですね。最近ご紹介するものってやっぱり本当にスペシャルばっかり言うんですけど、大体こういった、前回ご紹介したインディゴリネンだとか CCC とかこういったものって、簡単に言えば古着屋のなんか上の方にかかってるような、ものたちってことですね。でね、やっぱりこれね、デッドストックで見つかるっていうのが本当に嬉しかったですね。しっかりこう糊も入って、今回はこれは洗わずに出してます。洗わない方がね、意外とこれ糊とかは若干しか入ってないと思うので、生地感もね、糊入ったまま履き潰してって当たりをつけれるっていうのもまた、面白い一本だと思うので、こちらに関しては水洗いは一切してません。もう本当に全体的に見てね、かなり丁寧な作りをしてるんですよね。こちらは1940年代から50年代に作られたフランス国鉄のパンツを履いてみました。やっぱりこのフランス国鉄、前ご紹介した日本国鉄のものもあったじゃないですか。あれもかなりテーラリングの技術が詰まってて、かなり綺麗なパンツだったんですけど、これに関してもすごいですよね。ただ本当制服なのにここまでね、綺麗なシルエットに作るんだっていう。しっかりダブル2だから、1回ロールアップしてもこんな感じでね、段差ができるっていうようなロールアップなんて非常に面白いですね。夏向きではないですね、正直。結構暑いと思います。秋とか冬かな、メインが。フィッシュテールで今こんな感じでね、ちゃんと縛ってるので、ここの生地がちゃんとこう内側に折れるように作られてるんですよ。なのでこれ結構ウエスト大きいんですけど、ギュッと今ベルトで絞ってて、で絞ってもお尻の膨らみが出ないっていう、いや本当にこれ素晴らしい。めちゃくちゃ気の利いた生地の切り返しがバッグにあるんですよね、これは。でちなみにフランス国鉄って多分今でもフランスとかパリとか行かれた方だったら今でもお世話になってます。SNCF だったっけなって名前なんですけど、それの名前で今でも運営します。設立が確か1938だったかな、第二次世界大戦前、直前ですねに作られて、これ大戦中か大戦後ぐらいの、本当にね、物資不足の中でもこういった感じでしっかりと物が作られてるっていう、またこれはワークとかなんだろう、こう少ないパーツ、まあ、安いパーツ、安い生地とか使って、まあ、どれだけこう頑丈に作るかみたいなところがあるんですけど、まあ、こちらに関しては本当その対極にいるような結構豪華な生地で豪華なテーラリングで作られているものだと思います。まあ、ワークのものもワークのもので、あちらも人の努力が見れていいと思いますし、こういったものもね、まあ、お金があるからこそかけられる努力とかかけられる技術っていうのがあって、やっぱりこちらもこちらですごい面白い一本だと思います。でサスペンダーでこんな感じでつって履くと、こんな感じになります。なんかこちらはよりなんだろう、昔のワーカーみたいな感じで面白いですね。まあ、秋だったらこれにスカーフかけるとかいいと思います。暑いですね、これ正直夏はけたもんじゃないですね。今正直結構汗だくになりながら着てます。ロシア軍のスリーピングシャツもね、一回これちゃんとこう下ショーツとかで履けば涼しいんですけど、やっぱりこう一度体温が上がって、今湿度今部屋密閉しながらこれ撮影してるんですけど、湿度がガンガン上がってくるとめっちゃ暑いですね、これもまあでも夏だったら外とかあったらね、全然これはいいと思うんで、これは秋冬向きですかね、正直。まあでもこれも本当にね、なかなかやっぱり出てこないんで、探されてる方も結構多いものだとは思います。結構レアいですね。やっぱりね、これなかなかデッドストックで出てくることも少ないようなアイテムなんですよね、上のジャケットに関しては。なのでこういったものをね、ちゃんとこう新品同様みたいな感じで仕入れられたのは非常に嬉しいです。というわけでこちら1940年代から50年代に作られていたフランス国鉄の SNCF のワークウェアパンツについてのご紹介になりました。こちらに関してはまあ今までご紹介してきたスペシャルの中だったらまあ若干抑えめでは出せると思います。まあ、本当に今履けない時期なんですけど、まあまあ寝かしていただいて、あとちょっとまだまだね涼しい時期とかもあったりするので、そういった時にまあ T シャツとかポロシャツにボタンサスペンダーっていう、やっぱりこのなんか春夏とかボタンサスペンダーにして、でポロシャツとか涼しい生地やれば意外とね、どんなフルレングスのパンツでも履けるもんだと思うんですよね。やっぱり涼しく着るにはやっぱり上が T シャツとかなのがいいと思いますね。上ジャケットっていうの、ショーツにジャケットよりもやっぱりこう T シャツにフルレングスのパンツの方が絶対涼しいとはね思うので、まあ、これは秋とか冬が主力になるんですけども、まあ、今の時期ちょっと今日ちょっと涼しいな、履けそうだなって時にこちらをちょっと下ろしていただければと思います。まあね、あらかじめ買っておいて秋冬に楽しみに取っておくっていうのも全然いいと思うので、まあ、秋冬物って大体ね夏の終わりぐらい、まあ、8月ぐらいでしたっけに立ち上がったり結構するので、まあ、そういった時期に買って寝かせるみたいなイメージに近いですからね、まあ、6月とか7月に入りそうなぐらいなんで、まあ、結構早い段階だとは思うんですけど、まあ、こういったものは本当にね価値が落ちないんですよ、正直言って。今までご紹介してきたヴィンテージ全てにおいて言えるんですけど、やっぱり今の軍の放出物っていうのはやっぱり出回ったりはするんですけど、こういったね40年代50年代とかの制服だとかミリタリーウェアの放出があるなんてまあないんですよね。基本的にディーラーが持ってて、でそのディーラーが一気に日本の古着屋とかにドバって売ったりすると相場が下がることはあるんですけども、基本的にやっぱり新しく作られるものではないので、時間が経てば経つほどそれはもう本当価値が上がり続けると。それが希少なものならなおさら、インディゴリネンのワークウェアとかだから希少価値が高いんですよね。まあ、日本っていうちっちゃいこう市場の中で価格っていうのを見てたら、やっぱりねちょっとこう損をする時が来るんじゃないのかなって思います、すごく。だからこそこういったものを持って長く使ってあげて、でもその長く使ってあげてももしかしたら価値がその買った時よりかも上がってるみたいな。もう本当に501WX とかはそうですよね。アメリカに住んでる方が、まあ、おじいちゃんが亡くなって、まあ、遺品整理してたら、まあサスペンダー付きの、ね、37モデルのリーバイスが8本ぐらい使ったり、それだけでもドカンともう儲けますからね。やっぱりヴィンテージってね着るだけじゃない面白さがあるんですよ。本当にいつも僕が言ってるように歴史だとか、その生産背景だとか、まあ、出来事が起こったりとか、まあ、そういったことも面白さとしてもあるんですけど、資産面で考えた時にもやっぱ本当に株にも近い、金とかそういったものにも近いような価値があると僕は思うんですよね。だからこそ趣味で自分で着てたクローゼットの中が、まあ、いつしかね金のような価値になってるかもしれないので、まあ、そういった面白さもあるので、ぜひぜひこれも、ね、見てみてください。まあ、本当にこれだけじゃなくて全部に言えますね。本当そういった面白さがあるので、これからも魅力と、まあ、そういった価値を、ご紹介していきたいと思います。それでは本日も、ご覧いただきありがとうございました。次回からはね結構ショーツとかやっと夏向けになります、やっとすいません、本当にいつも結構ね動画で履いててそれ何ですかって多分コメントもいただいてると思うんですけども、やっとご紹介できます。それでは本日はご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、Instagram のフォローぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。